しよう。の天気は晴れのち晴れ、地方の降水確率は 100%。久しぶりよね。近所に温泉があったなんて東大元暮らしだわ。さすがは温泉部の部長のトールくんだね。ああ、目の付けどころが違うぜ。違うくん。ああ、遠くの温泉より近くの銭湯だぜ。天然温泉秋原湯か。へへへ。潰れてるっちゅう。トールくんのメールだとここで間違いないけど、とりあえずトールくんを待ちましょう。ご苦労様。イモジあれあれは宇宙人ちゅう。いいわ。ご苦労くん。何ヶ月ぶりかしら。二三滴ちびったじゅう。いらっしゃい。はあ、やっぱりね。ヤイト様及び五岳湯上巻終了。発射台に移動開始してください。搭乗ゲート収納します。各ハッチの閉鎖を確認。全ハッチ閉鎖確認しました。燃料バルブ閉鎖、外部電源接続解除、ブリーフライトチェック、機体固定、3番から14番ロックします。シーケンス529オールグリーン、機関接続、出力上昇。ルート V103 へ移動。火体油圧正常、機体起こします。各員姿勢を固定してください。クイックリクイックリ20セコンドビフォークイックリ。俺たち銭湯にいたんだよな。これって悪い冗談よね。怖いちゅう。どうなってるの、どうなってるの。ルート V103 ゲートオープン。エレベーターリフトアップ。温泉の出る銭湯があるなんて僕も気づかなかったな。なのに遅刻するなんて。氷川トオル深く。あれ、でもこれって誰からのメールなんだ。ん、自信か。うわぁ、うわぁ。ファイナルカウントダウン T-10 9 8 7 6。どうなってるの、どうなってるの。3 2 1、オールエンジン。うわぁ、リフト。スペースシップ。ここお風呂屋さんだよね。え、今回はどこに連れてくの。アメロッパ。もっと遠いところや。
クリームランド？もっともっと。アフリカちゃん、もっともっともっと。もったいぶらずにどこなんだよ。今から行くところはね。すみません、今回も八重様の無茶に付き合っていただいて。いいって。そうよ。で、これからどこ行くの？実は宇宙ステーションに行くの？わあ、行くじゃん。どうして？そこに？何の目的で？最近スペースデブリの様子がおかしいの。スペースデブリ？宇宙のゴミのことよ。の天気は曇りのち曇り。ステーションに浮遊物の衝突を確認。エースリブロック酸素低下、封鎖します。超の防水確率は 150%。 クソ、またやつか。おいでみんな。一体何者なんだ、ふざけた真似を。そいつは使用不能で廃棄された気象衛星からスペースデブリを操っているの。このままじゃ我がガブゴン社の宇宙ステーションが危ないのよ。話は分かったけど、どうして私たちに？だって私たち友達じゃない。困った時には助けるね。ね。ね。ここまで来たらしょうがないか。うん、そうだね。サンキュー。持つべきものは友達とネットセーバーね。どうしてそれを。綾野小路家の情報も舐めてもらっては困るわ。友達100人できるかな。宇宙に広げよう友達の輪。みんな遊ぼう。タイルちゃんにアルミくんにネジオくんに双子の手袋ちゃん。友達いっぱい。おでもっと友達作る。大きな友達みっけ。あのじいちゃん、宇宙にゴミがあるなんて驚いたな。1957年の人工衛星スプートニク1号以来、人類は何千もの人工衛星を打ち上げているからね。衛星を打ち上げるために使ったロケットの残骸や使用期間を終えた衛星、制御不能になった衛星や宇宙ステーション、宇宙飛行士が落とした手袋なんていうのもあるんだ。宇宙はゴミ箱じゃないっつうの。ヤイトシャトル、歓迎します。ゲート3から P16 へ。これよりカテゴリー1でゲート3へ入ります。何？カテゴリー1だと？180度、回答。180度、回答。ヤイトシャトル、無理するんじゃない。こちらで誘導する。噴射30秒。今時完成コンピューターなしで。すごい操船技術だ。若いメイドさん。ヤイトシャトル節電終了しました。宇宙ステーションの天気は晴れのち台風。台風？やつが来る。ロックマンエグゼアクセス。投手の波長を確認しました。なんだって？
台風の調子を、台風の調子を。お城？さっきからいい加減なことばっかり言うな。おお。友達、こんにちは。これって全部宇宙のゴミ？ヤイト様、お城から例の波長を確認しました。見てらっしゃい、ゴミの王様。でも、なんだか調子くるな。そうだよね、遊園地じゃん、素敵なお城。ま、私のお城よりは落ちるけどね。緊張感ないよな。ちょっと待って、みんな。大丈夫だって、こんな可愛いお城なんだもん。でも、ネット君、中には空気があるよ。生命維持装置が生きてるみたいだ。お、ロッキー、楽しいじゃん。調子くるな。本当に大丈夫かしら。マリコ先生は心配性だな。しまった、いつの間に。人間、友達じゃない、俺の仲間奪いに来た。そんなことさせない。ネット君、塞がれたようです。それじゃ、そのネットナビを倒さないと出られないってわけね。そんな、お前たちここから出られない。ここでおしまい。俺知ってる、人間の弱点。インターネットで調べた。地震。雷。地震、雷、火事とともに人間の最も恐れるもの。もうダメ、もう動けないじゃん。とどめの飯、風呂、寝る。飯、風呂、寝る。飯、風呂、寝る。なんなのこれ。そう、親父ちゃん。なるほど、ことわざね。ことわざ？地震、雷、火事、親父。世の中の日頃恐れているものを順に並べた言葉ね。はあ、へえ、へえ、はあ、へえ。でも、なんでことわざなのかしら。さあ、さあ、さあ、さあ。でも可愛いわよ。怖くないじゃん。おい、おい、え、え、ここかな。ここなんじゃない。コントロールルームね、間違いないわ。人間め、まさかこの攻撃をクリアすると。見つけたぞ。悪ふざけはもうやめるんだ。悪ふざけ、わけのわからないことを。
ジャンクマン、友達渡さない。ボルトミサイル、ロックバスター、バトルチップ、ロールアロー、スロットイン、バトルチップ、サラマンダー、スロットイン。バスターで攻撃するなんて、じゃんじゃん行くわよ。バトルチップスーパーバルカンスロットイン。またね、やチップ。スーパーバルカン、バトルチップワイドショットスロットイン。ワイドショット、バトルチップスプレッドガンスロットイン。スプレッドガン、やった。いや、あれだけの攻撃を防御するなんて、ただの鉄くずじゃないみたいね。今度は俺からだ、ジャンクキューブ。バトルチップブーメランスロットイン。ブーメラン、どこ狙ってる。どうかな。キッキー、さっきから後ろがガラ空きですよ。グライド、やるじゃない。くそ、お手をバカにして。ジャンクプレス、うん、ロルト、ジャンクキューブ、ロックマン、あれ、うん、ロルト、グライド、ロル、グライド、ロックマン、二人を助けるんだ。うわ、うん、ダメだ、一個もしない。ロックマン、さあ次はお前か。ジャンクプレス、ジャンクプレス、ジャンクプレス、ジャンクプレス。くそ、まるで巨大な壁だ。さっきみたいにはいかないぞ。どんなバトルチップもこれで跳ね返してやる。それでお前もペシャンコにしてやる。固めだ、ジャンクプレス。それはどうかな。エアチューブオトイン。なに、よし、壁を越えればこっちのものだ。バトルチップカスタムソードオトイン。ロックマン、ありがとう。お見事でした。こっちこそありがとう、グライド。ごめんなさい。ごめんなさい。寂しかったんだよ。友達が欲しかったんだよ。自分と同じゴミを仲間だと思って集めてたなんてね。宇宙環境のためには素晴らしいことですが、ゴミとゴミでないものを区別しないとダメです。わかりました。それじゃあおさらいね。これは、これはゴミ。これは、壊れているからゴミ。それじゃあ最後の問題。これは、人間がいるからゴミじゃない。集めたらダメ。正解。やったー、おで天才。これは拾っていいのよ。あれは、人間がいるから拾ったらダメ。バイバイ。うん、ああお疲れ、ロックマン。レト君こそお疲れ。あれ、地球にもジャンクマンがいたらゴミで溢れないのにね。レト君、ゴミは自分で片付けるものだよ。はいはい。
ザンクマンどうしてるかな。ネット君、風邪ひくよ。あ、大丈夫。誰か噂してんのかな。ペクシュ。遅いな、みんな。呼び出しといてひどいよ。